こんにちは。ちゃ今日は立ちから始まりです。そうです、なぜかというと、あ、湯川さん、そちら何モデル？中日だよ。こちら、ヤクルトモデルなんです。いやいや、できるね。どんどんできてきてますね。できるね。ね、ジャイアンツモデルであったりとか、ドラクテンモデルなんかもね、色でありましたけれども。これはなんか中日球団を記者会見で使うかもっていうふうに言われてるんで。現状では球団事務所に設置はもうされていると。うん、で、今後、その球団の記者会見等で使われる見込みということで、はい、球場への設置については現在球団と調整中ということで、はい、もう現在公式で販売はされているので、販売されて中日のファンの方はぜひ中日戦この椅子ね、チェアに座りながら、AK レシピのチェアに座りながら応援っていう、もうお世話になってんだよね。そうです、様々です。 AK レシピさんにはありがとうございます。ゆださん、そしてこちらです、ヤクルトね。ヤクルトのこちらのスワローズモデルは明治神宮球場のダグアウトの方に設置されていて、はい、監督が使用中という。もう監督は座ってんでしょ。監督はそうです、ベンチではなくてダグアウトの方で座っているということです。でもそう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 してるから、うん、あんまり座ってないんだそうですね、もう立って行ったり来たりしてるかもしれないね。いやいや、でこちらも公式の方ではもう販売されているので、ヤクルトファンの方ぜひこちらのねチェアに座って推しの応援ということですけれども、ね、スタッフがね地になった時に、はい、ちょっと待って、ちょっと待ってくれね、AK レーシングこの椅子だけは座れたって長く、いやだから座り心地がいいんだよやっぱり。だからそのね、持病をお持ちの方も、はい、安心して座れるという、そう安心して持病の字だけにね、そうはい、ということでした。はい、ということで、あ、豊さん、何ですか。ドラゴンズ、はい、座ってますけれども、はい、昨日ね、劇的な、いやいい勝ち方だったね。はい、8回裏、はい、まあ、阪神のミスもあってたっちゃあったけど、まあそこですよね、うん、でもやっぱ村上高橋宏斗との投げ合いで、はい、うん、やっぱ双方負けれないピッチャーを立ててるからね。そうなんです、まあ、どっちが勝つかによってはすごく大きな、はい、であれ8回裏までは2対1で1点リードで来てたんですよ、ね、8回表までな、8回表まで、そうそうそう、で8回裏村上投手行きました、はい、行ってらっしゃいと、はい、まあ、行ってらっしゃいとマウンド行きました。そうだね、はい、まあその前の時にその中継ぎを使いすぎてるとか、はい、ちょっと打たれてるとか、うんうん、まあそういう懸念もあったんだろうな。まああとは村上の完投能力があるという、そうですね、まあそういうところで生かしたけどもね。そうですよね、はい、でまあノーアウトとなって中日サイド、あれ、はい、田中美希也選手のバントですよね。まあ、岡林がな、打ってたから、はい、ツーベース打って、はい、森下選手が、まあ、取れなくて、はい、で、バント、目の前に転がりました、キャッチャーの、うん、坂本選手が、もう岡田監督、もうあれはしてやったりと、アウトだと思ったと言った、送球、誰もがアウトだと思っていたんですけれども、豊さん、はい、取れなかったね。そうなんです、佐藤輝明選手が、まさかの落球というね。あれはもう完全にエラーということですよね。やっぱ取らないかんよな、ね、あれは取らないといかんよ。ただね、やっぱりね、野手としたら、はい、やっぱランナー走ってきてるタイミングもあるし、うん、焦りがあるんだよね、はい、だから取ってからタッチすればいいんだけどさ、やっぱ気持ちが焦っちゃったんだろうね、うん、だ取る前にタッチ行ってポロッとやっちゃったけど。そうなんです。でそこからノーアウト三塁一塁から逆転する、はい、カリステな、はい、カリステ選手に、カリステ打つって言ったろ。言いました、打ちました。カリステをもう本当カリステレギュラーだから、完全なるレギュラーですね。レギュラーだから。ただあそこをワンアウト一塁で迎えるのと、はい、ノーアウト三塁一塁でカリステ迎えるのとでは、はい、もう全く状況も違う。であそこはもう村上投手が、まあ、ブルペンで誰も作ってなかった、まあまあ、ということもあり、あの回ちょっともうね、球数も言っていたんですが続投と合ってなかったんだよね、細川と中田が、はい、だから、うん、まあ先頭バッターだけ出さなかったらって言ったら先頭バッター出しちゃって、はい、あーと思ってたら、まあ同点仕方ないかなとか思いながらやってたら、うんうん、あれ落としちゃったみたいな。そうなんですよね。まあちょっと流れは悪かったけども、はい、やっぱり一つ一つのそのプレーを見てると、やっぱちょっともうちょっと大胆に行きゃいいのになっていう、まあ丁寧さが逆に裏面出たみたいな。だから坂本だって狙って、お前もう低いとこタッチのしやすいとこ投げてるよ、はい、佐藤輝もごめんなさいランナー来てるから早くタッチしなきゃいけないっていうんで、なんかこう大事に行こうとするものがかえってなんかそういう
変な方向に行っちゃったかなっていう感じはするけどね。で、昨日は、まあ、その前の回が木浪選手のエラーもあり、あと里輝です、まあ、あの地方球場でイレギュラーということもあったんですけれども、はいはい、バウンドイレギュラーで、ただちょっとミスにはならなかったんですけれども、うん、そうちょっとイレギュラーした打球の処理もできなかった。どこ誰あ、里輝選手、イレギュラーのボールが来たんですね、バウンドで、はいはい、まあ、地方球場だったということあるんですが、で、まあ、岡田監督試合後、うまいことな、バントでアウトに行けたと思うたけど、あれで終わりよ、オン、さらに、当たり前のことを普通にやることが大事と問われると、もうええ、それはキャッチボールやるからなというふうに突き放したということで、実はその村上投手が登板した7試合は、チーム全体で6失策、これまで。で、中でも佐藤輝明選手はこれも2失策、村上投手の時にということで、あれは取らないといけない僕のミスですというふうに、まあ、話したということで、もう鳴尾浜に行きました。まあしょうがないよな、これはな。まあやり直すってもさ、そのほんまにキャッチボールやから、ね、だからそのやり直すも下手くれもなくて、はい、ちょっと一回リフレッシュした方がいいな。まあ、バッティングは昨日2本とかさ、うんうん、はい、まあ感じよく打ってて、うん、やっぱ里輝はメジャー行った方がいいな。え、メジャー？いやもうね、速いボールに強いわ。あの子は。メジャー向きだと思うで、本当に。ということは、ま、あの日本のさ最速でも遅く感じるね、うん、多分。ああ、それでなかなかまあ打てなかったりとか。なんかね、もうメジャー向きやな。まあ、メジャーだとね、あの、まあ、守備で多少の守備は目をつぶるという。いや、もう足もないし外野手でいいよ、肩も強いし。これあのファンの中でやっぱり出てたのが、うん、外野にもう一度コンバートする案はどうなんだろうと。ただ外野は外野で飽和状態。いや、もう飽和状態だよ。それは無理だよ。もうサードで練習するしかないっていう。ないよ、ないないない。ただこれずっと言われてきてるんですけど、ね、まあいい、まあワンチャンあんのは、あの大山と入れ替えだよね。あ、ファースト一塁とサード。だけど大山も嫌やろな。そう、もうまたもう嫌やな。そうですね、岡田監督もやっぱりね、去年コンバートで変えたという手前、そんなコロコロやっぱり守備変えるわけ。まあそれはもちろんそうやし、だけどこれが一番落ち着くよ、オーンって言いながら全く落ち着いてないよな。そうなんですよね。だからまあ岡田監督にも責任はあるよね。そうですよね、うん、なんでマシに責任あるじゃんって言ってもでもなあ、コンバートした、いや、コンバートしたのはあなただしってなってしまいますね。そうだ、その佐藤輝明選手のサード、まあ、他にもさ、例えばあの今シーズンでいうと坂本選手、昨シーズン途中からサードへのコンバートもありましたけれども、その何が違うんですか、サードできるできない人のっていう。いや、上手いか下手かの問題だよ。もともとの持って下手、うん、上手いっていうのもあるんですか。だから佐藤輝は下手じゃないけど雑なんだよ。その丁寧さに、丁寧に行こうとしているがゆえの雑さってことなんですか。そうそうそう、まあ、丁寧っていうよりも、うん、まあ、ざっとしてるよね。だからバッティングでもボール球結構振るでしょ、はい、ざっとしてるんだよ相当に、うん、あの全体的にざっとしてるんだ。あ、なるほどなるほど、大雑把っていう感じ。わかるでしょ、はい、だから大雑把の人間を細かくしたって、うん、その自分の力を発揮できないんだよ。だからもう使う方としたら、まあ、ある程度目をつぶり、うん、それである程度もう容認しないとさ、これはもう絶対できないよ。そうなんだ、うん、だからまあ多少のうまさはね、うん、そういうことはこう出てくるかもわからないけども、うん、やっぱ持って生まれたものっていうのはさ変えられないよ。そうです、変えられる。いや、あの本当に持って生まれた性格っていうのは、うん、多分無理ですよね。まあ無理だろう、うん、だから、まあ、それを考えるとやっぱある程度の意識は持ってるからね、里輝も、うん、だから里輝の流れが悪いな、なんか。そうなんですよ、ね、最近流れをすごく感じるんだよ、はい、まあ、オリックスの東が、ね、うんうん、連勝記録を止まって、はい、その止まったのが自責ゼロで止まっちゃったんだ、うん、1-0 で、はい、あれみたいなところから流れが悪くて勝てないって、うん、あれだけ連勝記録をしてたのが勝てないとか、だから里輝もなんかこう流れが悪いんだよね。あとそのエラーがどうしてもこの得点に、相手の得点につながってしまうような、ちょっと本当に致命的なミスっていうところのミスがすごく目立ってしまうというか、まあ、頑張りきれないからな。そうなんですよね。で、かといってじゃあそのミスを挽回するほどポコスカポコスカすっごい打ってるかというと、打率的にもそこまでではないと。
まあ、サトテルは夏過ぎからだからな。大体それまではやっぱファームに行ったりとかしてた方がしどろもどろなってんだよ。毎年ね。毎年そうなんだよ。だからもうバイオリズムが今もう最悪だから。そうだからやっぱそっかファームに行った方がいいの。いやいや、もう去年も今頃ファームじゃないか。ただルーキーイヤーはね前半良かったけれども、いやもう無理やりだもんあれ。そうか、無理やりなものか。だってお前60打席ノーヒットってぐらいあったでしょ。あった。そんなんで使い続ける方も使い続ける方だけどさまあだけどやっぱそういうこうルーティンみたいなのがあるんだよ自分の中で。特にそういうのがはっきりしてる選手だから、人ってさ1年間生きてきて、はい、まあ1年間こうトータル的にこう見てみて、いや2月ぐらいにはやっぱ絶対風邪ひくよなとか、うん、ありますない、うん、あるでしょ、はい、1月2月でここら辺は花粉症になってとかさ、うんうん、いろいろあるじゃない。だからまあそういうルーティンもあるけどさ、まあ、変えていかなきゃいけないよもちろん、うんうん、変えていかなきゃいけないけども、なんか変えられなくて今流れが悪いって、うん、んで毎年見たら、あこの時期は悪いなみたいな。そうですよね。そうでしょ。だもう例えば競ってる後半でロースコアでの競ってる時には守備固めで、例えばでも変えてしまうと今度ね代打でなんか出さなきゃいけないとか。まあまあいいじゃない、もうサトテルだけで戦ってるわけじゃないし阪神、うんうん、だから糸原もいるし、はいね、場合によっちゃ糸井が来るかもわからない。仕事だからナベリオ選手がね上がってきたので、そう渡辺選手はもう本当にこれいいチャンスだと思って、絶対にチャンスをものにしたいっていうふうに上がってきたので。ナベリオはちょっとあれかな、チームに馴染んでるのかな。あその日本ハムから来て、なんか壁があるみたいな感じがするんだよなあいつ。あもうちょっと弾けりゃいいのにさ、うん、あいつね結構懐いてきてくれてたんだよ、日本ハムの皆さんとか言って、うんうん、ねあんななんか全然さかしこまっちゃって、うん、宇多田さんみたいな、もっとなんだよお前どうしたんだよって言ったら、うん、いやもう監督さんがいるんだよ、あ何言ってんのお前みたいな、弾けろよみたいなもっと輪の中に、まあ、そう飛び込んで、いやそしたらあの子のいいところが出てくるというかね、うん、と思うんだけどね。じゃあの、まあ、鳴尾浜にね今行ってますけれども、うん、サトテル選手、はい、まあ、あの守備はどういうことをとにかく反復練習でしていった方がいいんですか。豊さんがどっちだったの、まあ、やっぱり意識だよな、うん、やっぱ上手くなろうという、うん、意識がもうまず大切なことと、やっぱ基本って言うけど基本はもう叩き込まれてると思うよ、うん、ただやっぱそれができないっていうことはやっぱ反復練習というかさ、うん、まあそういうこともしなきゃいけないし。豊さんがもしコーチだったらどういうことを守備練で教えますか。まあ遊ばせるよ、うんうん、守備で、うん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 、だからもう全部逆シングルで取ってみろとか、はい、全部ハンドリングで取ってみろとか、うん、だからまあそういうことで遊ばせるかな、うん、意外と真面目なんだよ、はい、取り組み方には、うん、だからそこを真面目にやってもダメなんだったら遊ばせるという、うん、もうベタ足で待っててカン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 打って、はい、もうハーフバウンドも 何もかももうハンドリングで取らせるとか、うんうん、あとは全部ショートバウンドで取ってみろとか、はい、合わせてみろとか足で、うん、とかもう全部逆シングルで取ってみろとか、うん、まあそういうことはするんだろうね。もう一緒に遊んであげるよ。一緒に遊んであげるいやいや遊びながらのですよね。いやそうそう、だって真面目にやったって上手くなるやつは上手くなるし、うん、上手くならないやつは上手くならないよ、うん、そうですよね。で里出るなんかやっぱ遊びの中でやっぱ上手くしてやりたいタイプだから、はい、だからやっぱこう言われるのもあんまり好きな方じゃないだろうしな、うんうん、そうですよね。そしたらもう一緒に、うん、下手くそみたいなさ、うんうん、もうこう言いながらちょっとやらせてやって、ね、その方がね気分もリフレッシュできたり気分も乗っかっていけたりとか、遊びの中でのが実際その試合の中で生きてくるっていうことは十分ありますもんね。いや今の取り方はダメだと思う、もうちょっとかかってやるみたいな、正面からとかね、うん、何言ってんだと思ってるよ多分サトテルは腹の中で多分ね、はい、いやそれよりはやっぱ楽しくこう、うん、その中で基本をこう導いていく、うん、やり方教え方っていうのがあると思うから、うん、まあそこを考えるね、うん、まあファームにね今いますけれども、どういう成績というかどういうふうな状態になってきたら岡田監督はまた上げようかなっていうふうに思われるんですかね。ではもう10日で上げるんだよ。あ、もう最短で、うん、だってファームの選手じゃないもん。まあ確かにそうですよね、うんうん、ファームの選手じゃないし、
やっぱね、筒香がいい例で、はい、ね、ファームでやってて一本もホームラン打ってなくてなんかこう大丈夫かって言ったのが、うん、やっぱああいう環境に入れると、はい、やっぱこう水を得た魚じゃないけども、うん、なんかこうね、スイッチが入るというかさ、まあそういうタイプではあるよね。なんでファームで俺がやんなきゃいけないのみたいな。いや、まあ、やんなきゃいけないんだけども、はい、やんなきゃいけないんだけども、やっぱ気持ちが乗らないタイプだよね。もう上にどっぷり使ってるし。そうですよね。うん、だから、まあ10日であげた方がいいな。ただね、やっぱりこう重要な場面でエラーでからの失点ってなってしまうと、はい、やっぱりね、競ってる時途中でじゃあ守備固めで違う選手に交代した方がいいのかなとかっていうふうなことは岡田監督今後ちょっと考えそうですね。まあでもね、やっぱり守備固めを使いたくない選手だよね。やっぱり1試合を完了してもらいたいタイプの選手だから、はい、だからまあまだ若いしね、うん、まあ、それをやると先長いし、はい、やっぱ必ず里輝を使ったらもう一人いるっていうふうにさ、うんうん、なんかお付き合いいるような使い方だとちょっと困るよね。本来そうですね。まあ、まあ、でも やり遂げられるよ。まあ信じなさいよ。そうです、そこは、うん、毎年なことなんですが、ね、はいはい、ただまた別動画で、あのもしあの阪神がちょっと、はい、あのワーストの24、現在で24の失策というところで、はいはい、まあ、あの今木浪選手だったりとか、あと佐藤輝明選手、あと DeNA の牧選手が今、はい、あのセ・リーグワーストの6失策なんですけれども、はいはい、ちょっとねエラーが多いので、その話もね、豊さんにちょっとなんか機会があったら聞きたいなと思います。はい、わかりました。はい。